40代女性が選ぶテンションが上がるナンバーアンダーライン愛の楽曲ランキング2位はボンスクエアアンダーライン11位はネトラボでは2024年7月25日から8月1日にかけて40代女性を対象にテンションが上がるナンバーアンダーライン愛の楽曲はというアンケートを実施していましたナンバーアンダーライン愛は2024年1月1日デジタルシングル g o a で世界同時配信デビューして以降様々な楽曲を発表しています。その中でも多くの40代女性からテンションが上がると指示を集めたのはどの楽曲だったのでしょうか早速結果を見ていきましょう。第2位、スクエアアンダーライン1第2位には同率で2つの曲が並びました。一つ目はスクエアアンダーライン1です。 ラッパーやトラックメーカーなど幅広く活躍するパンピーさんが作詞、作曲、編曲を手掛けています。以前からパンピーさんのファンであったメンバーの神宮寺優太たさんがオファーして、この曲が生まれたそうです。メンバーの過去の発言やエピソードを歌詞に織り込んでおり、遊び心も感じられます。第2位、ボン。同率で第2位となった2つ目の曲は、ボンでした。ミニアルバム。 ノー・オー・リングのリード曲で、メンバーの平野翔さんがプロデュースした楽曲です。盆栽を自分たちに見立て、成長の過程やファンとの関わりを描いています。歌詞には、風林火山や、ンザといったフレーズが登場し、和の要素が随所に取り入れられているのが特徴です。また、YouTube で公開された MV は1日半で1000万再生を突破し、 日本人男性アーティストの最速記録を更新しました。第1位、ノーイエス。第1位は、ノーイエスでした。ノーイエスは、キシユタさんがプロデュースを手掛けた楽曲です。メンバーが出演するサントリー、ビアボールの CM ソングに採用されました。疾走感あふれる爽やかな曲調が特徴で、ノスタルジックな歌詞が過去の恋愛を振り返るような切ない雰囲気となっています。